今日は夜ですよ。ちょっと音ちょっと響いてると思いますけれども、はいはい、どこにいるかと言いますと、はい、大阪でーす。場所は今グランフロント大阪というところにいて、何かと言いますとこちらです。ドーン、エスティネーション。六本木はね、何回かそうあるけど、ここは6月にできたばっかりらしくって、結構見どころ満点らしいですよ。こんにちは。こんにちは。はい、おなじみのさんです。エスティネーションの PR の飯島です。エスティネーション大阪店の大森と申します。大森さん、よろしくお願いします。大阪のスタッフも一緒に。まず、まあ、最初に聞いていきたいんですけども、はい、ここのお店のコンセプトはどんな感じになるんですか？はい、エストネーションの大阪店は、ミュージアムっていうのをコンセプトに、商品の陳列の方法だったりとか美術館をイメージして作っています。ジュエリーの重機もちょっとこう高さが高くなって、うんうん、ちょっと美術館の、受付のカウンターだったりとか美術品を見るような感覚。あとちょっとあちらの靴バッグなんですけど、このあたりもちょっとこう美術館に展示されているような。贅沢すぎません？贅沢に使ってます。あと3個ぐらい載せれますか？でもこだわってね。レンさんのクローゼットのこのマスに9球ぐらいです。なんならちょろっと出てるちょっと出てる。おしゃれ。じゃあ早速洋服からいきますか。はい、はい、見たいですね。ドリスバノッテンの、はい、あのフォーカスでちょっとやっていて、おもりも履いて、はい、パンツ？パンツ。おえ、かわいい。これはだからレイさんがショーで見たやつ、うん、前の、泣いたやつ？泣いたやつ。ああ、はいはいはい。さあ、ね、FW のコレクションですね。結構ドリスね、これだけ、うんうん、取り扱っているところもあんまりないので、うんうん、六本木と同じぐらいの、結構物量ありますよね。はい、物量で、はい、ラインナップで。今シーズンのドリス超好きなの。めっちゃ可愛いですよね。ドリスの髄をこうギュッと詰め込んだ感じ。これもね、編み編みしてこんなレイ、こんな刺繍じゃなくて手刺繍。このあたりももう本当ズルズルっと着ていただく。あ、ボディがそうですね。そうだよね、もうずらしてきた、はい、なんかね、すっごい素敵ですよね、このズルとして着る感じも。でデニムもあったりとか。デニムもあって、それもすごいロング多いね。そうなんです。ロング気になってるの。そう、全体的にやっぱりロン、すっごいロングか、最近結構もうめちゃくちゃ短いか、うん、両極端だなって。なんか両極端ですよね。ね、あとスケスケ。いや、スケスケね。スケスケ、これからたくさん出るからね。ありがとうございます。大好物、ありがとうございます。これもね、キランキラン、素敵ですよね。で、このちょっと丸みのある袖の感じとか、ね、裾の感じとか。さあ、ドレスですね。でもちょっとこれもう裾がこう、丸みがあって、不思議。ちょっと表紙を組み合わせたり。そういうすごい素敵。かわいい、かわいい、全部かわいい。そしてここら辺が、このあたりはコラムっていうエストネーション、はい、うんうん、だって触って上質だもん。そうなんです、素敵なんです。このケープコートもなんか本当、でも今日のレイさんみたいなカジュアルな格好に羽織ってもらうのが可愛い。これいいね、うん、その大きいポケットもすごい可愛い。大きいポケット iPad くらい入るよ。確かに。最近なんかすごくカジュアルな服が着たくって、うんうん、カジュアルな服を着すぎると、うん、なんか辛くなるじゃないですか。ちょっと上質感が欲しいっていうか。ちょっとね、わ、うん、かります。時にちょうど、ね、ちょうどいいんじゃないかなと。はいはい、さん今度買った最近。私去年買っ、このコラムのコートを買ってめちゃくちゃ着てます。うんうん、めちゃくちゃ着れる、はい、あの形。あの形、ガウンの形。あれ今ちょっとすごい後ろ髪引かれてるから。はい、あ、ちょっと本気モードだった。でこっちは、はい、オリジナルを割と中心として、うんうん、ちょっとお形状のシーンにも、はい、着ていただけるようなアイテムと、少しモードの感じを取り入れた。楽しくなっております。まあ多分行くと思ったんだろうなってみんな持ってると思うけど、はい、気になるじゃないですか。そしてエストネーションのオリジナルなんです、うん、オリジナルなの。そう、前回六本木来た時も攻めに行ったなと思ったけど、攻めは続いております。そうだね、はい、全然ひるんでないね、はい、うわすごい。カジュアルなアイテムとの相性も良かったりするので。これはそれはアガニーだ。かわいいですよね。なんかこの広がり感と刺繍をどうなってるんだ。すごい膨らんでるの。ジャガードと刺繍がミックスされてる、うん、最近やっぱりいろんなもの出して、ね、そうバッグとかも世代も広がった感じがする。そう、広がりましたよね。ポップアップもやってたり、若いって感じだったけどね、うんうん、私なんかすごい攻めた袖あるよ。こちらは、はい、ラドローです。ラドロー
すごいなんか仮面武道館とか行けそうじゃないですか。袖口も可愛いですよね、うん、中性っぽい感じのディテールになってんだね、うんうん、汚いデニムとかでも履いても可愛いです。うちのパンとかと合わせても可愛いですね。あ、絶対可愛いね。あ、またあ、はい、あれ私こういうスカートが好きなの最近チュールのこれもね、ストレスのオリジナルなんです。あ、そうなんだ。はい、中が抜けるようになってるんで。あ、なるほど。そう、そうするとあのほんとスケスケで着ていただけるんで。あ、中のインナーで変わるよみたいな、はい、あのパンツの上から着回し効くタイプですよね。そうですね。そしてこっちにもコートがあるよ。はい、これはあのハイマックスのテディです。うわー、着てみてもいいですか。もちろんです、ぜひぜひ。あ、これもかわいい。かわいい。いや、まあ、これはもうあのあ、かわいい、めちゃくちゃお似合いです。かわいい。いつかは欲しいんだよ ねなんか誰かに肩を押してほしい。そうそうそう、もしくは誰かに財布預けたい。やってもやっといてみたいな。これ怖いみたいな。ちなみにいくらぐらいで。54万7800円です。でしょ、はい、夢ですね。夢小型車とかちょっと買えるよ。そうです、ね、車かテディかっていう。車かテディかね。どっちもあったかいけど。まあそうですね。まず落語みたいな。お後がよろしい。お後がよろしい。かけましてみたいな。こっち側が、こっち側がちょっとカジュアルテイストになってます。今回のテーマフレンチシックっていうところを。あ、だからここのトルソーがちょっと、そうそうそう、ちょっとフレンチな感じな。あ、パトウとかね。そうですね、かわいい。かわいいですよね。なんか今年でこのちょっとケーブルも気になりますよね。わかる、かる、ね、あとこの襟、襟もちょっとこのセーラーみたいな襟も、うん、そうそうそう、こういう、こういう、こういうのやん。いや、もう、こういうのやん、正解です。可愛いのやん。大正解。背景はこういうのスカートとパンツを、うん、合わせるようにするっていう、うん、リアのコーデも。こちらもこのトルソにあるみたいなやつですね。あ、そうそうそう、あれ色違いで、うんうん、これもエスネーションのオリジナルです。オリジナル。そう、あ、また変な靴ある。ピッピね、でもやっぱりこうあの素材が面白かったりとか、ブランドとしてはね、日本のブランドですごくあのお買い求めやすい、うんうん、シーズンはね、編みタイツ、編みタイツとかあのレースのタイツとか、うんうん、あとちょっとレッグウォーマーとか。土地ですね。そう、大人のこういう感じよね。可愛いですよね。編みタイツの方が合いそうですよね。あなたが編みタイツ好きなだけでしょ。あ、明智君編みタイツ派ですね。編みタイツに執着があるんですよ。執着があるんですか。執着があるんですよ。癖がやばいんですよ。編みタイツ、編みタイツの食いつきが良くて困っちゃう本当に。そしてこっちはもうちょっとそうカジュアル、はい、なコーナーですね。ブーツも少しカジュアルめなブーツも。あ、ウエスタンだ。ウエスタンもあります。私が 今気になってるの全部あるよ。ね、あ、ね、アニアのこういうのとか、そう、かわいいんですよ。キャンドルと、でもいろんなところに目ついてるの。これもディフューザーだ。ディフューザーなんだ。すごい。鉛筆が陶器になってて吸ってくれるんです。あ、なるほどね。すごい。これはハーフボーイっていう今シーズンからエストネーションに取り扱ってるイタリアのブランドなんですけど、もともとオフホワイトのデザインチームにいた人が立ち上げたブランドで、はいはい、短いね。そう、丈短くて、うんうん、あのちょっと丸みがあるんですよ、背中が。ここそう、え、かわいい。このすごいかわいいんです。これはリアルムートン。あ、横から見た姿かわいい。すごいかわいい。そうですね。あ、ネイル、あの前にご紹介いただいたネイルも、うんうん、今回はあのロングスカートを作りまして、うんうん、いや本当今これくらいの長いの細くて、ね、なんか気になりますよね。ハイト細いみたいな、うん、そしてこちらはそう、今回あのバドっていうあのバッグのブランド、持ち手にリボンが巻いてあるのが別注で作っていただきました。これね、あの元ヌメロの編集やってた林田さんって方がいて、うん、これが編集者さんにこれ作り始めてブランドになったんだよ ね全部ご自身で一人でもうずっとやってらっしゃるんですよね。そう、なんかコロナの時に外出れないからで、その手慰みで始まったらこうなった。編集者さん界隈めちゃめちゃ持ってる。そうですね、スタイリストさんとかも ねたくさん持ってらっしゃるんですよね。おしゃれ業界人は絶対持ってるっていう。シンプルな格好にちょろって持っとくとね、で意外となんかどんな格好にも合うっていう、うんうん、カジュアルでも、うん、すごいすごいお似合いです、ね、かわいい。めっちゃ似合う。そしてここは
はい、なんかやばい。ここははい、以前六本木見ていただいた時にもあったお客様それぞれのスタイリング、はい、女性像みたいなやつですね、はい、で今回は、うんうん、あのちょっとドレスアップっていうところを意識して、うんうん、まあ、11月だと忘年会とかパーティーとかだんだん増えてくると思うので、うんうん、そういった時に来ていただきたい。こちらはちょっとあのカジュアルめな方に向けた、そうこうやってジルサンダーのキラキラのニットに、うん、レギンス、ちょっとこうレギンスバイシクルパンツ的なものを合わせて、うんうん、でもなんかそこにこうちょっとダウンのベストを着てもらいたいっていう。すっきー、かわいい。これを脱ぐと、まあ、ちょっとキラキラ感もあるし、夜のパーティーとか行って踊りたいみたいな、うんうん、ロングブーツですね。そうですね、かわいい。あのこの今回8体あると思うんですけど、そのうち2体ちょっと着させてもらうことになってるので、はい、どんな女性像か、はい、ちょっと飯島セレクト楽しみでございます。じゃあ飯島さん、これではこれではない、ない、はい、これではないではない、はい、ではない、はい、すいません、はい、踊りたかった。でこっちは、こっちはちょっとあのセンシュアルな大人に向けた、うんうん、まあ、これも私はちょっとカジュアルスタイル、カジュアル、はい、あの組んだんですけど、ほう、このドレス、ドレスのあのロング、うんうん、結構超ロングスカートに、うんうん、ライストネーション の、 あのラグジュアリーライン の、うんうんうん、あのスケスケキラキラブラウス、私の好きなやつですね、うん、これもあのライストネーションのこの同じラインなんですけど、ラグジュアリーのやつ、はい、このちょっと毛足の長い、ここまでだったらちょっと想像つくけど、そうなんです、この後はこれにシンプルなもの合わせるのかなと思ったら黄色だ、黄色、はい、じゃあこれですか。これなんです。おです。来たい来たい来たい。なんです。行きます。行ってきます。こうやって誰か来たら良くないですか。大森さん、うん、行きます。あ、はい。楽しみ。じゃーん。かわいい。こんな感じになりました。かわいい。かわいい。めっちゃかわいいです。やばいね。この配色やばいね。はい、キラキラしてて、しかも透けてるのと、うん、毛の長い感じがすごいかわいいです。しかもなんかスポーティーな形なので。吊るしてある時はすっごいエレガントだなと思ったけど、うん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 、着るとわかる、ね。ちょっとカジュアルって言われてるのわかった。しかもここもパフって、そうパフってなってるんです。出勤かわいい。そして、そしてかわいいのか、はい、これは着た方がかわいいですね。着た方が絶対かわいい、うんうん、かわいい。そのパンツの感じもね、いいですよね、スポーティーさがあって、ね、ジャケットがちょっとでかすぎるくらいのやつがいいよね、ゴワッとして。そうなんですよ。私カメラ持ったら絶対撮るもん、こういうの。また攻めてきた、はい、こちらは、うん、ちょっとマニッシュな方向けなドレスアップスタイルです、うんうん、シャツ、ネクタイ、パンツ、はい、ってことだけはマニッシュだけど上に重ねる、はい、はい、重ねております。このシャツオリジナルなんですけど、はい、ネクタイ付き、ネクタイ付き。そしてこのふわふわはどこのなの。ふわふわはマージっていう神戸のブランドなんですけど、結構長めのブラウスなんですけど、かぶりの袖にあのフリルが付いて、次はテニスっぽい感じをイメージしたんですけど、ちょっとスポーツ入ってる感じ、そう、色の配色は、うん、ただなんかアイテムは全部キラキラしてたりレースだったり、本当だ、中にこのキラキラがあれだね、派手なんだか地味なんだか分かんない人、分かんない人、最高じゃないですか。そう、でもこのスカートもエストネーションのオリジナルで、うん、へー、あの結構この立体的なレースが、すごいね、あのすごく綺麗なんです。これもテンション高いの来たよ。これはですね、あの近木貞さん、うん、はい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 、とあのエストネーション別注させていただきまして、はい、ちょうどこの11月に向けて、うんうん、まあ、やっぱりこういうあのドレスアップのシーンで使っていただきたい。でそれに合わせるのは、うん、あの大好きパコラバンヌ、ラバンヌラバンヌですね、ラバンヌですね、ラバンヌになりましたね。メリージェーンの靴を合わせて、うん、あ、かわいい。これもしかしてこれ、あ、これなんです。おー、これだった。これなんです。ちょっと、はい、あのエレガントめとちょっと可愛らしい感じの、一回全部見ちゃいましょうか。あ、見ました、はい、で次はちょっとジャケットスタイルなんですけど、ほうほう、あのエストネーションのこのちょっとジャガードっぽい感じのブラウス、うんうん、ちょっと透け感ありますね、はい、透け感のあるフラワーブラウスと合わせて、うんうん、はい、こういうちょっとこれもマージ、あ、さっきのですね、はい、あのスカートなんですけど、うんうん、このぐらいなんかこう膝より上から、膝上から透けるようなデザインになっていて、うん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 、まあ、これをちょっと合わせて着てもらいたいっていう、ちょっと大人のドレスアップみたいな。そうですね、ちょっと大人のドレスアップ。で次はちょっとビビッドになりましたね。そう、これは割とあのコンサバティブ向け
かなかなかなと私は思って組んだんですけど、はい、コルセット型 の、 あの見え方をするワンピースで、これもエストネーションのオリジナルなんですが、ちょっと張りのある感じ、そう張りがあるので着ていただくとすっごく形が綺麗で、これにちょっとこういうあのファーのコートを羽織って、でこの帽子がまた可愛いんです。ちょっとレディーシックなこうかぶっていただいたりして、このファーとこうしてみたいな、はい、そしてこれに合わせるのがシルバーなんですね。あ、そうですね、シルバーの靴、そこもう飯島節出てきた、はい、あ、最後はちょっとこのサバっぽい感じ、はい、ちょっとフレンチシックなスタイリングを組みました。うんうんうん、オリジナル の、 あのジャガード、これもただラメ感がしっかりあるので、キラキラ しかもオールインワンじゃないですか。そうなんです、オールインワンなんです。好きシャツを重ねてちょっとフリルがあって、うんうん、袖もこうフリルが入っているので、うん、あ、しかも刺繍とかも刺繍も入ってるんです。かわいい、かわいい。ブリエンヌっていうあの、うん、パリの白シャツだけを作っているブランドなんですけど、ストックだね。そう、で、うん、それにまあこうちょっとチェスターフィールドコート、まあ、こうちょっとフレンチシックな。なるほど、なるほど、はい、じゃあ行きましょうか。何着る？じゃあ大盛りどうしましょうか。何着たい？これ行ってみる？これ行ってみる？一番、ちょっと、一番あれかな？ちょっと見てみたい。意外といけると思う。あの帽子が多分、ね、いけそうな気がする。いけると思う、うん、似合うと思う。お願いします。じゃーん、かわいい、かわいい、かわいいですね。なんかそう、あのどっちもワンピースなんですけど、全然タイプの違うワンピースで、うん、もうどちらもパーティーにも使えるし、女性っぽくもあるし、っていう。しかもこの帽子が効いてるね。可愛いですよ ね、 ね、なんかレディー感があって、うんうんうん、でちょっとあの裾も、うん、ちょっと斜めってる感じ、斜めってるんです。そう、可愛いね。で張り感もあって、あ、くるってなったら可愛い。可愛いんです。いや、ちょっとあの靴がね、あのブーツにしてみたんですけど、はい、サイズ的な問題があって、でもこのシルバー効いてるね。いいですよね。はい、で私がチカキサダ、チカキサダの別注を。可愛い。なんかこれだけチュール使ってるのすごい、ね、ないよね。はい、で動きもあるし、うんうん、でもなんかそんなに甘すぎないっていうのが、ね、なんかポイントですよね。多分ちょっとくすみ紫だからかな。そうそうそう、ビビッドな紫だと子供っぽかったりとか、ね、うんうんうん、舞台衣装みたいな、うんうん、なっちゃうけど、うんうん、そこが上手なんだよ ね、 ね、ちょっとやっぱりね、キラッとしてるものがあった方が、ね、うんうん、パーティーバッグ、パーティーバッグ、かわーん、キャワー、かわいいです。お出かけしたくなる。そしてこちらはコスメコーナー、はい、六本木もすごいけど、はい、ここもすごいね。しかも本当美術館って感じの展示。そうなんです。ちょっとこの天高を利用したディスプレイが、うんうん、大阪店今一押しのノンフィクション、ノンフィクション一押しです。これですね、はい、私もこれ好きな、韓国だよね。そうです、ビーガンブランドの、うんうん、はい、パッケージもすごい可愛い、ね、おしゃれですよ ね、 ね、オリジナリティのある香りで、ハンドウォッシュ、ローション、あとソープ、ハンドクリーム。なんか女性のプレゼントとか今あげたら喜ばれます。絶対に最高です。うんうん、はい、分かってるなって思われます。分かってる、ある、絶対あると思う。めっちゃ嬉しいです、もらったら、ね、はい、はいいじゃん、はい、いい情報。エスネーションで、エスネーションでぜひ、ノンフィクション一択で、はい。で、圧巻のメガネコーナーがあって、オリバーがあったりとか、はい、ここでちゃんとあの剣眼もできますし。あ、そうなんだ、はい、なのでメガネも調節もできますし、メガネできるとこ珍しいですよね。そう、そうなんです。で、そしてここは、はい、ここはちょっとギャラリースペースとして写真を飾ったりとか。今シーズンはこれはエスネーションのオリジナルのビジュアルブックみたいな、はい、そうですね。ここが、うん、これがあのファブリックスケープっていう、はい、あの大阪の、うんうん、ちょっとカーテンで、あのちょっとこうアート作品を、うんうん、あの作るアーティストさんがいらっしゃって、カーテンにいろんなプリントがしてあると。六本木ヒルズのお店の写真を転写していて、はいはい、階段があってメガネコーナーあって重機あってみたいな、アート作品として、うんうん、はい、大阪のお店で。これはこれは、うん、あのエストネーションが今ウェアトゥーファッションっていう、あの、うん、伊藤忠商事さんがやってらっしゃるプロジェクトに賛同していて、うんうん、衣類品 の、 あの回収サービスなんですけど、うんうん、洗濯機をモチーフにして思いがあって、うん、持っていく楽しみもありますよ ね、 ね、そう、入れる楽しみもあって、しかもサンキューとかって書いてくれて、あ、そうなんです、こにくい、こにくい。そして、あ、重機です、はい、あ、そしてちょっとあちらですね、レポシ。前以前六本木のお店でも、うんうん、はい、紹介させていただいたと思うんですが、関西地区で多分ご覧いただけるところってほとんどなくて、うんうん、こんな感じ、
可愛いですよね。なんかピンクゴールドなので、うんうん、意外とこうちょっとホワイトとの合わせも全然しっくりくるし、あとピンクゴールドから日本人の肌に馴染みやすいんだね。馴染みやすいですよね。珍しいのはオレンジ入れてる、はい、入っているデザインとか、これが最初に買いたいやつで、うんうんうん、日本目に、うん、こっちかなって感じかな、ね、いいですよね。可愛い可愛い、こうもできるし、こっちもそう、そっち向きでもいいし、うん、このハートモチーフもレポシ結構シグネチャーで、これリングなんですけど、これはピアスでこういう感じでつけてもらって、あ、なるほどなるほど、そう片耳販売なんですけど、あ、これ可愛くない、立体的に可愛いですよね。ちょっとこう、そう、あの空間が開く感じがすごく可愛くて、はい、続いてメンズですよね。お、メンズのスタッフさんがいらっしゃいますよ。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お名前聞いてもよろしいでしょうか。はい、渡辺和樹と申します。渡辺くん、はい、渡辺鍋、いや、渡が多いです。渡辺、はい、そっち行ったんだ世代だと思いますけど。そうなん、父親は鍋鍋呼ばれてるんですけど、今の世代は渡渡ですね。おいくつなんですか。25になります。あ、25歳、四半世紀、四半世紀じゃあメンズの一押しを教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、まずセレクトブランドからご紹介できたらと思います、うん、はい、エストネーション大阪店はデザイナーズブランドのセレクトをかなり多めに取り揃えております。中でも今期から取り扱いのスタートしたソングフォーザミュート、結構あの日本だとまだまだ知名度が、うんうん、でも最近こうすごく上がってきているブランドなんですけれど、うんうん、オーストラリアのブランドで男性女性のデュオでやられている。生地にすごいこだわりを持っているのと、うんうん、シーズンコレクションによってかなりストーリーが、うん、あのしっかり入っているので、うんうん、コレクションによって全然見え方が違う。今期のテーマが2000年、はい、うん、SS は1999年だったんですけど、うん、2000年っぽいデザインってことですか、はい、この、まあ、デニムの色とかもそうですけど、あ、ちょっとこの汗た感じとか、はい、あとこのウォレットチェーン的なそうですね。ただこれはこのブランドのアイコニックなものとなっていまして、うん、シーズンによってこれも色であったり素材っていうのが変わってくるので、うん、あの本当このブランド好きな方は、うん、あのこれだけをこう集めて取り替えて、へー、で全然外しても OK というふうにデザイナーさんもおっしゃってるようなものになります。T シャツも可愛いですね。可愛いね、はい、確か2000年っぽい。そうですよね、なんかこの、ね、ロゴの感じとかが、その方が推しのブランドは、はい、そうですね、私も今着用している、これ気になった、セージネーションというブランドで、セージネーション、はい、うん、デザイナーは日本人の方なんですけれど、うんうん、イギリスのブランドに一応なっていまして、可愛いですね。そうですよね、レディースみたい、ちょっとレディースっぽくもあるよね、全然いいですよね。特徴としてはやはり日本人がこうイギリスで、うん、あの大学在学中に学んで、うん、あのスタジオニコルソンとかでもあの経験を積んでやられた方なので、まあ、イギリスの厚手のワッとした生地感に対して、うんうん、日本のこうちょっと丸みを帯びたシルエットとか、ね、どこどこ可愛いみたいな、はい、スカートどこの、これ実はエストネーションのものではないんですけど、これだけ実は私物ですね、私物ですね、ちょっとあの目立ちたりが勝ってしまって、なるほど、何か悩んでたんですけど、自分らしさ出していこう、出していこう、和田くんはね、あのめちゃめちゃ緊張してたらしくていや全然緊張しないですなんか強まってきた、強まってきた、強まってきた、あれどうしたどうしたなんかどうしたどうした、2キロぐらい痩せましたよね、うん、なんかここげっそりしませんでした、顔色真っ青でしたもんね、ねえ、とんでもないですペールブルーですよ、ペールブルーじゃあその他は、そうですね、エストネーションといえばやはりセットアップ、セットアップ、はい、かなと思っておりまして、明智くんが好きなセットアップですね、はい、存じております。明智の好きなセットアップ、じゃあ明智に似合いそうなものをちょっと見繕ってもらってもよろしいでしょうか。もちろんです、エストネーションのオリジナルレーベルで、うん、すごい不思議な素材、はい、ですね、ちょっと柔らかいっていうか、あ、でもしっとりするね、気持ちいいね、実はあの世界初こう 3D プリンターで素材を作っていて、11層の層をこう圧縮、うんして1枚の生地に仕立ててる、うん、その中にいわゆるダウンの機能を持った素材が11層の中に入っていますので、うん、これ1枚で非常にあったかく着心地もよく、かなりストレスフリーに、うん、はい、着ていただけるかなと、うん、このステッチとかもなんかねいいよね、いいですよね、温かみのある感じが、ちなみに伸びたりはしないですか、結構めっちゃすごい、結構あるちょいどころじゃないよ、すごい、なので1回履くともうやみつきになるような、うん、はい、すごい、本当にすごく、こんなハイテックなのになんかすごい温かみのある作りっていうのが憎いよね、これお色味は紺色とトルソーが着ている、あ、これもそうなんだ、はい、うん、綺麗、ね、いいですね、
いいですよね。ね、ドレスコーナーにご案内いたします。ちょっと大人の男。レイさん的にどんなの着てる人がいいですか。スーツ、スーツ、スーツ。飯島さんのちょっと選んでください。はい、はい。どのスーツ？あの個人的で大丈夫ですよ。どのスーツ男子？どのスーツ男子好きか。うわー、ちょっと楽しい。楽しいですね。楽しい。はい、あー、いいね、いいね。わたさんはどんな感じ？わたぴー、わたぴー気になるジャケット、今欲しいジャケット今まさにひとさんが手に持たれた私クシュッとこれかな。はい、カルーゾのちょっとダブルね、はい、ダブルなのにボタンないんだね。はい、そうなんですよ。ここ普通こうボタンがあるんだけど、こういう見え感ちょっとクロート。そうですね、ちょっとクロート。通常だったら結構今日ウエストキュッとなると思うんですけど、カルーゾはこうそのまま落ちるようなディテールがすごく多くて、ちょっとアメリカンスタイルですよね。ですね、はい、でなのでよりモダンにこう着ていただけるので、うんうん、上に T シャツであったりちょっとあの例えばバンド T シャツとか、そういう合わせもいい、ね、ワタさん着れます。着れます。この間に飯島さんと一緒に、うん、あ、私グレーのジャケットすごい好きで個人的にも好きなんですけど、フレンチックにちょっとこうブルーが入った感じがすごい素敵だなと思って。オリジナルでございます。オリジナルでございました。裏なし、ね、裏なしですね。軽く軽く着れそう。なんかタートルネックとかです着てもいいですよね。なんか知識人みたいな感じでメガネとかかけてさあ、もう本当に大好き、はい、店長さんって別じゃダメなんですか。あ、店長さん大丈夫ですよね。あおおお、似合う。かっこいい。めっちゃ似合いますね。ねえ、でもいいですね。で、この肩のシュッとした感じよくない？綺麗な綺麗なラインができる。へ、うん、ねえ、良い良い良い。みんなせーのでいきますよ。はい、せーの、バーテくん。かわいい。あ、すごい形綺麗ですね。綺麗だね。あとなんか本当シンプルなのに、なんかちょっとだけ違うのがいいね。うん、肩に吸い付く感じであったりとか着心地もすごい抜群ですね。ややこうフレアになってるのかな、うんうん、そうですね、確かに気持ちこうだよね。はい、綺麗。紀藤さんがお好きそうなバッグが。私の好きそうなバッグ、はい、もうこれ見た瞬間にバッグか。バッグなんです。バッグだ一応、はい、こことここを、はい、ここに、はい、サガンビエンナというブランドで、うん、オーストリアのブランドなんですけど、うん、これはあの中世のコインバッグからインスピレーションを受けて、まあ、銀貨と金貨で分けるような。本当にこんなここまでではない。インスピレーション元がそういうところ。リサなんか何入れるんですか。ガルボくらいしか入んないそんな少ないよ、ね溶けますね冬だから溶けない。あの 手についても大丈夫だからカルボはこっち結構入りますね。ポッキーとかですかね。プリッツとか、うん、プリッツくらいだったら入りますね。それぐらいがいいかな。ちょっとボケてきました緊張がない。緊張してない強がる、ね、強がるな強がる。男の人が持ったら、はい、僕似合うとは思うんですけど強がるじゃん。僕似合うと思うんですけど僕似合うよ、わざと似合うよじゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。楽しかった。何が印象に残りました。着てたやつ、あのジルサンダーの一番最初のお坊さんが来てくれた、はい、あのあれね、うん、あれ超可愛かった、ね、あれ超キュンでした、はい、あと自分が来させてもらっても もちろんキュンだったけど、あと和田くん緊張してない和田くんが一番印象的でした。緊張してないもんね。もちろんでございますスタイリングが本当に本当に好き。もう飯島さんのところ家に行きたい別に家にいっぱいあるわけないそうね、そうね、うっかりした、うっかりしたはい、皆さんどれが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと和田くんのに対して あの応援メールみたいなのも書いておいてもらっても大丈夫です優しいメッセージをお願いします、ね、そう、優しい温かい世界でいきましょうはい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。